シェイリーン・ボーンは、カナダの女性元フィギュアスケート選手。現在は、フィギュアスケートコーチ、振付師として活動。2003年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンスチャンピオン、4大陸フィギュアスケート選手権、優勝3回、ISU グランプリファイナル優勝2回、カナダフィギュアスケート選手権、優勝8回、パートナーは、ビクター・クラーツ。初めて、 アイスダンスの世界選手権を制したヨーロッパ以外のカップルである。1983年7歳の時にスケートを始めた。当初、アンドリュー・バートレフト組ペア選手として活動していたが、1991から1992年シーズンより、ビクター・クラーツにパートナーを変更し、アイスダンスへ転向した。2001、2002シーズンのフリーダンスを、 マイケル・ジャクソンの楽曲で構成したマイケル・ジャクソンメドレーという今までのフィギュアスケートにはない斬新な演目を行いソルトレイクオリンピックのフリーダンスに臨んだ先に滑走をしたフーザルイコールポリ・マルガリオ組が演技中に転倒したためメダルの獲得のチャンスがあったが演技のフィニッシュのところでクラーツが転倒し4位となりメダル獲得とはならなかった 2003年世界フィギュアスケート選手権で初優勝を果たした。その後パートナーのクラーツとプロに転校するか、アマチュアを続けるかで意見が分かれ、2003年10月21日にカップルを解消し、現役を引退してプロに転校した。プロ転校後、ボーンはシングルアイスダンサーとして、スターズ・オン・アイスやチャンピオンズ・オン・アイスに参加していたが、2007年に、 窮地だった荒川静香に壊れ、振付を初めて担当。以降は、振付師として活動を始めた。以降、鈴木明子、高橋大輔羽生譲るのプログラムを担当し、世界的な人気振付師となった一方で、地元カナダ選手のコーチとしても活動をしている。私生活では2005年8月12日、コーチであったニコライモロゾフと結婚したが、 2007年に離婚。2011年にトロント在住のカメラマンミュージシャンのボーダン・タラック氏と再婚している。ありがとうございます。